これは新型クラウンですね。はい、はい、CACC、はい、760MHz で車同士がつながって、はい、クルーズコントロールの機能を高める、はいはい、右折時注意喚起と通信利用型レーダークルーズコントロール、略して CACC、 2つの機能をご体験いただけます、はい。ちなみに今あの中央部の画面の右上にあの車のマークと下にこう電波が出ているようなシンボル出ているのがご覧いただけますか。 あれですね。こちらがですね、今車車間通信をしているということを示しているアイコンになりまして、まあ、前に今通信車両がいますのでこの表示が出ています。前にいるの？はい、あの前を走っているプリウスがですね、実はあの改造通信車になりまして、 あれトヨタの車、はい、はい、路車間通信を使ったものは3つありまして、1つ目が右折時注意喚起、こちらの機能になりまして、まあ、これからお見せする道路側のセンサーで対向車や歩行者の存在を検知してドライバーに通知する、そして注意を促す機能になります。もう1つが赤信号注意喚起という機能がありまして、インフラが設置されている交差点にドライバーがアクセルを踏んだまま赤信号の状態で進入していくと、ドライバーが赤信号を見落としているのではないかとシステムが判断して、こちらの信号注意の絵と音で注意を促すシステムがあります。道路側にですね、あの対向車両や横断歩道上の歩行者を検知するセンサーがついていて、あ、道路でセンシングしたものをこっちが受けるんですね。はい、そうですね。道路の方は何でセンシングするんですか？青海1丁目の交差点はレーザーレーダーを使っています。ではこれから実際にシステム作動していきます。右折注意、今のは何を注意しろってこと？まあ直進してくる対向車が存在するということですね。うん、でもそれは目で見てわかるんですよね。そうですね、今のタイミングだと目で見てわかるんですけど、こういうのを知りたいんだよね。はい、そうですね。これは？これも同じく今車が来ました。でも全部注意喚起は同じだからわかんないね。ああ、なるほど。リスクの頻度が。突っ込んでいただいてより良いものにしていきますので、まあ、CACC の機能は、まあ、もうすでにご存知かとは思いますが、ミリ波レーダーで、まあ、車間距離を検知するレーダークルーズに対して、まあ、先行車からの加速度情報をですね、通信で受け取ることで、まあ、応答をより素早くして車間距離の変動を減らして追従走行していく、そういったシステムになっています。あ、基本は 7.9 ギガで ACC を働かせておいて、はいはいはい、760は前の車の加減速情報をダイレクトにもらう、はい、そうですってことですね、はい、なのでベースとなっているあの車間距離とかそういったところですね、うん、そのあたりは完全に ACC を踏襲しています、うん、で今レーダークルーズ作動させましたけれど、しばらくすると通信利用型に切り替わります。今切り替わりました。はい、今設定速度85 で、はい、で前の車をロックオンして、はい、ACC をベースにして今割り込まれたら ACC に戻ります。あ、760使えなくなるの？はい、前の車がブレーキ甘くて、前の車が前の車に突っ込んじゃった時はこっちもブレーキ甘いから一緒に突っ込んじゃうじゃない。そうですね、その時はまあ、その車のレーダーで車間距離が縮まってくるのを見て制御するという従来のものになります。一応ですね、前の車がアクセルをパカパカ少し踏んでしまうとか、ブレーキをポンポン踏んでしまうようなことも考慮してですね、ある程度その制御の不感帯といいますか、微小な G には反応しないような設計はしています。例えば作渋滞なんかで前の車がズルズル下がってきちゃったら、こっちも下がっていっちゃうじゃない。かえって作業増えないですかね、渋滞。前の車に対して後ろの車が遅れてブレーキをかける、で次の車もまた遅れてブレーキをかける、で結果として減速度が増幅していって、まあ、渋滞のような現象になってしまうっていうところがあって、CACC だとそこの反応を早くできるので、まあ、減速度がどんどん遅れて伝播していく、増幅していくっていう傾向を、まあ、抑制できるので、まあ、作渋滞を増やす側にはならない。ハッキングはどうですか？なんかソフトウェアの改ざんとか通信を介して車のなんかプログラムを書き換えるようなことはまずできませんと。できないと。で操作のところに関しては、今760の電波実際に使って制御はしているんですけれど、ミリ波レーダーで見ている車両の状態、まあ
距離とか速度ですね、主に速度になるんですけれど、まあ、それとその通信データとして飛んできている速度とか加速度、この情報の間に矛盾がないかということを、まあ、常時監視していまして、そこに矛盾が生じたときはACC に戻すと、つまり通信で何か変なことを言われたらレーダークルーズのレーダーの方を優先させると、まずはそういう思想でもって通信を使うことによって、まあ、不安全になることはないように設計しています。じゃああくまでも優先度はレーダーが優先で、はいはい、電波の方はあくまでも補完機能、はい、ということですね。そうですね、アシストというかね、はい、おっしゃる通りです、じゃあまあ射射間通信とはいえ、自立中心でそこをアシストするぐらいの感じなんですね、はい、この CACC に関してはそういうものになります。でも乗った感じアイサイトの ACC の応答性の速さって結構最近スバル速いんですけど、ステレオカメラのバージョン3ね、760が特に速いって感じはしないかったんだけど、だからなんか760使うメリットはもっとアプリケーション的にはもっと他にあるような気がするんだけどね、そうですね、まさにこれだけにとどまるとは我々も考えていなくて、より他の車ですね、前の車ですとか、それと後ろとの関係みたいな、先ほどおっしゃられたところですね、そういったところがあるので、そこは長い視野でですね、普及に合わせて、ね、前の前ぐらいまでは見れるんでしょ。電波は届きますね。ミリ波レーダーと違って760だったら、そうですね、電波は届きます。なので、まあ、それをどう活用していくかっていうところがですね、まあ、今後の課題になってくると考えてます。こういう高度な運転手が入ってきた時に、絶対人間ができないことできるじゃないですか、夜見るとかね、でもこんな簡単なことすらできないのかよっていうこともあるよね、はい、そうすると人間から見て、まあ、ある意味での HMI なんだけど、システムに対してシステムのどこを使えばいいんだっていうところが、ちょっとディストラクションするような気はずっとしてて、その HMI の原理原則はこういう表示のしやすさではなくて、システムと向き合った時にシステムに対する信頼感を、こいつは俺のできない、ここをやってくれるよね、でここはこいつはあんまり得意じゃないから僕はやった方がいいよねっていうようなところ、人間同士のその2人ペアで仕事するときと一緒でね、そこが HMI の一番重要な点かなと思ってるんですけど、そこはどうですか。ちょっと難しいですか。そうですね、ちょっと私の担当部分に限ると非常に難しいご質問なんですが、でも HMI 絡むんでしょ。そうですね、冒頭 のプレゼンテーションの中でも触れられていましたかもしれないですけれど、人と車が強調するコンセプトですね、まさにあちらの目指しているところを今もっと具体的にしていかなければというコメントをいただいたと私は思っています。そのチームメイトコンセプトだから、ITS コネクトも広い意味ではチームメイトコンセプトの中に入ってる一員なわけですね。そうです。なので、まあ、先ほどご指摘いただいた右折時の注意喚起の出し方ですとか、そういったところですね、よりレベルを上げていかなければとは考えています。なのでまずはそういった小さいところから我々は一歩ずつ積み上げていくことが大事だと思っています。で、通信型の技術はですね、まあ、特徴として見通し外の情報が把握できる、信号情報が先読みできる、まあ、先ほどお話にありました周辺車両との意思疎通みたいなところですね、そういったところがあるので、まあ、自動運転に向けては不可欠なものと考えています。で、まあ、この自動運転技術という技術はですね、まあ、渋滞を減らす、事故を減らす、運転をサポートする、まあ、これらにですね、活用できる大きなポテンシャルを秘めている技術だと考えています。
ブモードを終了します。いやーすごいね自動運転。自動車線変更だけじゃなくて、まあ、追い越しまでしちゃうんだね。だから定義で言うとまだレベル2なんだけど、まあ、なんかもうこれが本当に自動運転の、大きな第一歩だなっていう気がしましたね。でいずれにしてもこのモニターでこう自分が見えないところの周囲の情報が、まあ、今まではその音とかで見てたんですけども、まあ、実際 3D のアニメーションで、自分の周囲のリスクが分かると、なんかそれだけで十分安全運転できるような感じがします。ですから定義で言えばレベル1でも、HMI、まあ、ドライバー の, その認知情報を高めることで、ドライバーの自分の能力がもっと上がったようになりますね。まあ、手が2本から4本になっただけじゃなくて、目ん玉が4個になったぐらいの感じで周囲の、状況判断ができると、なんかそれだけですごく安全運転になるような気がするので、まあ、認知判断操作これを全部やらすと自動運転なんですけど、認知のところだけでもかなりこれは効きますね。いや本当にこの世界が来るんだなって実感しました。まあでも大きな第一歩を踏み出しましたね。まあ、AT になってVSC が働いてどんどん人の能力が起こってきますよね。自動化するとやっぱここが気になると。逆にシステムの能力が上がりながら人の能力も上げるようなことはどういうなんかこう要素でそこが両立できますかね。自分の位置が正確に分かって周りが網羅的に分かってある程度判断できるっていうものをベースに、うん、例えば人間が運転している時に安全にアシストしてあげるっていうのは、うん、当然これ機能としてやっていかなきゃいけないと思ってます、うんうん。でなので例えば合流の時に自分が合流する道に後ろから車が来てるのか、うん、入る隙間あるのかないのか教えてあげるとかですね、うん、そういった、あとは例えばレーンをキープし続ける、うん、自分が運転してるんだけどレーンから逸脱しそうになったら戻してあげるっていう機能を今までよりももう少し強力にするであるとか、いろんな単に自動で走るんじゃない嬉しいアプリケーションというのがあり得るのか、車が何を考えているかってことを人に分かりやすく伝えるにはどうしたらいいかってことと、うん、あと車側も人がどうなってるのか、うん、今日はちょっとドライバーモニターカメラって入ってないんですけども、うん、そういったものは一つの例でしかないんですが、うん、そういったもので人はどうなってるのかっていうのを車側も分かっている、その前提で何らかの機能を実現するっていうことを、うん、どんなことができるのかってことをやっぱ考えていかなきゃ、うん、